ガチャガチャ。桜だ。なんかしてる。なんか起きてる。待って。嘘でしょ。Is this the part? Heels aren't really the right choice.誰も詳細に入れてくれない。ハイキングやんけ。マジ。あれ、公園かっこ休憩室。なるほど。もう富士山の半分ぐらいかな。ちなみに滑り台はあっちですか？滑り台はこっち行ってみて。なるほど。行ってみて。これが咲いてる順番に。あと菜の花が全開。うわ、菜の花。これは終わってないけども。はい、でも休んでる。無理さ。おばさんがいるから聞いて。あ、はい。子供か。僕子供26歳。滑り台は。滑り台こっちですか？うん、壊れちゃってるみたいだけど、行ってみて。よくわかんないけど、こっち。ちで。線路乗りたい。ここかわいい。なんやろうな。あ、恥ずかしい。清められるわ。え、いつの間にか怪我してた。怪我してるんだけど、私。止まったのね。鉄道が今ちょっと止まってんだ。なるほど。醤油もなしで、はい、お醤油だけもつけれますけど大丈夫ですか？お醤油だけつける。お醤油ちょっとね、うち甘醤油なんですけど、甘くない方がいいですか？あ、甘醤油は好き。甘醤油大丈夫。はい、じゃあ400円で大丈夫です。はい。いいの？今から焼きますので、ちょっと5分ぐらい大丈夫ですか？はい、じゃあ500円で、はい、じゃあお顔覚えましたので、お顔とか。暖かいところでおかけになってお待ちください。ありがとうございます。優しいお兄さん、優しい優しい。うわ綺麗。結局滑り台どこなん？滑り台食べちゃうよ、僕。あ、あ、
いいよ。これはいい。これはいい。ここを撮ってください。ありがとうございます。ここ。はい。これをこうすれば。で、これ黄色で、あ、見た、完璧です。かわいい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 、 いよいよほっつってた、ほっつってた、ありがとうございます。何に上がるの？インスタ？ YouTube とインスタです。 YouTube やってます。キョンちゃん TV っていうアカウント。キョンちゃん TV しかもね、YouTuber じゃないんですよ。あ、YouTube ただ動画撮って載せてるだけ。趣味日本の方？ハーフなんです。そう、アメリカ生まれ育ち15年なんです。そうなんです。でも頑張りましたよ。日本語。日本語？そういうことね。日本に住んでた並みに俺より喋れるかもしれない。え、マジ嬉しいですじゃあこんなボロくなっちゃったのも。あそこに、あー、滑り台が滑れたんだけど、滑りだから入れず。さっきお話聞いた話だと、うん、結構その修理にそう、うん、百万かかっちゃうんでなかなか直せないんですよ。でもね、ちょっとでも使えるように、実はね、ああやってね、あっちの新しい柵をねやったりしてるんだけどね。あ、なるほどね。そう、あっちの右のやつはね、実はね、実は使える。あ、なるほど。で、右が大丈夫で左がダメだっていうことか。そうそうそう。なるほどね。で、この辺もねボロくなっちゃったから、うん、いつ壊れちゃうかわかんないから、うん、なかなか今使えらんない。けど景色すごっ。でこれ本当は桜咲いてん時だと、もう桜のトンネルをぐるんと滑れるみたいなね。けど本当魅力的ですね。滑り台って本当よく考えましたよ。はあ、ちょっと悔しいね。ちょっと悔しいね。ちょっと悔しいね。どこまで、俺がこれスタッフだったらここ入っていいから。うんうん、ちょっと入る？一緒。え、いいですか？いや、これまたげる？またげます。ちなみに園長さんです。すいません、今レートします。あー、なるほどね。そう、危ないよ、ね、道理でお母さんがヒールやめろって言ったかすいません、本当にありがとうございます。なるほどね、うん、オッケーオッケー。これは確かにちょっと、ね、なかなかね。うわ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 、ちょっとほんまにすごい。失礼いたします。これもあのゴロゴロになったんです。ああ、なるほどね、うん、いずれだけど皆さんが乗れる日が来るように。そう、直せたらなっていう感じですね。素晴らしいです、うん、こうやってね、使えるようにこうやって柵をやったんだけど、いっぱい滑っちゃったらね、持ってくるのね、最悪パターンだよ。確かに滑っちゃうとあの辺から上がっていくって感じですよね。この辺は上がってこなきゃいけないから。いや、これは地獄ですよで、たまにクモの巣とかいるから、うん、うわ、それはちょっと映えないですね。さすがに映えないです。なるほど。そう、こんな感じなんですよ。いや、けど本当に魅力的。ここから見るだけで、うん、いや、景色すごいわ。いや、本当この機会マジでありがとうございます、いや、本当にここまででいいですか？いや、ここまでで本当十分です。じゃあちょっとあとは気をつけて、こっち登るかこっちから行った方がいいかな。多分こっちかな、うん、失礼します。いや、ここも美しい。いや、もう本当にうち映像オタクなんや。本当に美しいわ。あー、けど滑り台もう魅力的ですけど、もう全体的に魅力的ですよね。からの景色がね。なるほど。来年までにはもし直ってたら、あるいはあとはね、ここね、菜の花がもっとバーって咲いてて、本当は桜があると黄色とピンクと、うわ、美しい。清められてる、マジで。さっきから清められてる本当に滑り台悔しいな。
けどあれそれぐらい多くの方々に、愛されて使われてるっていう証拠でもあるので、いや素晴らしいです、はい、うわわ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  It's beautiful, huh? 美しいね。うわ、後で撮ろう後で撮ろう。すみません、ありがとうございます。いいえ、ここが浄化されるってやつだよね。本当その通りですし、本当来てよかったです。